ゆらりです。アリアです。ゆめかです。エコです。ピンク、ロテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日の企画はマクドナルドのハンバーガーを全種類紹介します。イエーイ。全部で21種類あるそうです。でちなみに合計金額は7200円だったそうです。どうぞ。じゃあそれぞれ自分の好きな種類を選びました。私はチキンフィレオ。私はフィレオフィッシュです。私はブラウンベーコンチーズです。私はエビフィレオです。いただきます。いただきます。いただきます。給食の魚みたいな、健康的な。お肉がジューシー。魚が四角いんですよ。あ、ゴムがついてる。四角くてタルタルソース乗ってて、なんか身が柔らかくて給食みたいな。このエビの揚げ物がとてもサクサクしてて、エビがプリプリで美味しいです。お肉がめっちゃジューシー。あとチーズもめっちゃトロッとして美味しい。チキンフィレオが最近好きなんですけど、それでサクッとしてて美味しいです。逆さにしたらちょっと味変わる。こっち側がふわふわだから、最初にふわふわが来るのがなんか神秘的。新鮮。そうですね。フリタマ食べます。やっぱりテリヤキバーガー好きやわ。おいしい。なんか物心ついた時からテリヤキバーガー好きなんですよ、ずっと。私は普通のシンプルなチーズバーガーをいただきます。私はね、ダブルチーズバーガー。うん、大好き。エコはチキンクリスプを食べたいと思います。ね、お肉がね、2枚あるからもうジューシーで、もうお口の中に噛むほど噛むほどジューシーさが、なんかうまいよね。これはお手頃価格100円です。安い。あ、なんかたまにおすすめで。でも美味しいです。いっぱい複雑な味に工夫がしてあって美味しいなと思います。おお、すごい言葉。それはビッグマック。ピーは1枚だけど、バンズは真ん中に1個入って、で野菜も豊富。あとごまーがつけ。これはテリテリタンです。中はすっごいソースがたっぷりです。タルタルソースと卵とビーフと野菜がたっぷり入ってます。これはテリヤキバーガーです。私が好きな種類の中の一つです。厚切りペッパーベーコンテリタマ。開けます。こんな感じ見えるかな。もう何ボリューミーだね。あのね、このベーコンが飛び出してる、ソース2種類入ってて、上になんかタルタルみたいなソースと、下に照り焼きみたいなソースが。ソースみたいな。そうそう。でこれはごま。あと卵も入ってます。じゃあ次ペリタマ。ペリタマ、ペリタマさっき紹介したやつです。はい。じゃあ次、チーズテリタマはなかったです。じゃあ次行きましょう。ビッグマック。ビッグマック。ビッグマック。じゃあ次、グランクラブハウス。はい、エビタスがいっぱい入ってます。2枚。2枚、はい、十字架の形になって入ってる。これ1個でこんだけ使います。じゃあ次、グランベーコンチーズ。さっきアリアが食べたのがグランベーコンチーズです。先ほどアリアが紹介してくれました。グランガーリックペッパー。これかな。はい、これです。ガーリック、ニンニク、ダブルチーズバーガー。食べた。食べたね。さっきアリアが紹介してくれました。はい、次、テリヤキマックバーガー。これださっき私が紹介しました。次、フィレオフィッシュ。フィレオフィッシュはキメカがさっき食べて紹介してくれました。はい、チキンフィレオ、エコちゃんが食べて紹介してくれました。テリヤキチキンフィレオ、マヨネーズが入ってる。マヨネーズ。ベーコンレタスバーガー。それがベーコンレタスバーガーです。エビフィレオ、はい、これはさっき私が食べて紹介しました。エッグチーズバーガー、こ
こ江口。チーズがすごいです。溶けてますね、これは。エッグ入ってるんだよ。エッグ入ってる。入ってる。バターとエッグとトマトとケチャップとチーズが入ってて、ちょっとピザみたいな感じですね。チキンチーズバーガー、チキチー。これです。チキチはね、チキンクリスプパティが入ってるんで、ベーコンマックポック。マックポ。マクポです。パティにベーコンにレタスに、ちょっと焼肉のタレみたいに、ごま。あ、ほんとだ、いい匂い。うーん、なんていい匂い、いい匂いだ。なんだろう、照り焼き。あ、そうだ、なんか焼肉のタレみたいに、わかる、ベーコンの匂いが。え、でも美味しい、絶対。ハンバーガー定番、あ、超ハンバーガー、サイズがちっちゃくて可愛い。そう、あとハンバーガーです。はい、基本って感じ、ハンバーガーの基本。じゃあ次、チキンクリップ。私が食べました。はい、じゃあエコちゃんが食べて紹介してくれましたチーズバーガー。はい、これさっき私が食べました。以上、これしかないこれで、あ、え、なんだろう、ね、あ、それ見つからなかったやつじゃない。それが、さっきないって言ってたんですけど、あったチーズてりたまです。全部が混ざってる感じがします。じゃあ以上の21種類のマクドナルドのハンバーガーでした。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。